ミマイナス1ミマイナス 1, 1ユーミマイナス1はソビエト連邦で初めて開発、設計された座席数3席、4席を備えた小型ヘリコプターである。DOD コードはタイプ32、ナトコードネームはヘア。同期は1951年にソビエト航空省で公開された。16年間でソビエト連邦では戦機。 ポーランドでは1594機が投入された。未マイナス1の初飛行は1948年9月20日に実施され、翌年の1949年に試験飛行が行われた。1951年に試作機が墜落事故で失われているが、同年にはスターリンに寄贈された。1950年2月21日モスクワの工場で15機が生産され、 後に増産が決定される。1952年から1953年にかけては30機が火山の工場で生産されており、1954年オレンブルクで大量生産された。また、1956年からはロストフでも生産が開始されている。1956年からは4隻の同機がポーランドの WSKPZL 水ュッ区で、 ライセンス生産が行われ、生産数は1594機に達した。ポーリッシュ、メイドアイボシェンコ AI-26、V エンジンフロム SM-1GM-1、ミルミ -1 の試作機。エンジンは、空冷星型7気筒の AI-26、GR で、出力は500から 550HP、ミ13石の多目的使用。 定員は操縦士1名と、乗員2名。エンジンは AI、AI-26GRF で、出力 575HP。ミマイナス 1T3 席の多目的輸送仕様。定員は操縦士1名と、乗員2名。エンジンは AI、AI-26V。ミマイナス 1KR ミマイナス 1NKH3 席。ミマイナス 1T を元に開発され、農業、救急搬送。 人員輸送、航空郵便、貨物輸送に使用された。ミマイナス 1A3 隻の多目的輸送型。1957年に生産開始され定員は3名で、操縦士1名と乗員2名。ミマイナス1アクアミマイナス 1A を回収した、偵察と連絡任務使用。ミマイナス 1U、TU、AU、MU ミマイナス1、T、A、M を回収した、訓練用の機体。 未 -1M1957 年に生産開始された4隻の軽多目的仕様。定員は4名で操縦士1名と乗員3名。未 -1M モスコービッチアエロフロートが使用した民間仕様。防音設備が備えられ、油圧式操縦制御と金属製、ローターブレードを装備。未1 m n k ミマイナ未 -1M を回収した4隻の多目的仕様。 NKH 農業、救急搬送、人員輸送、航空郵便、貨物輸送に使用。ス1 m g 1 9 5 8年に生産されたス1 m を回収した、水上使用。ス1 m r k ス1 m を回収したの軽連絡用。SM-1SM-2SM-1 ポーランドでライセンス生産された機種でエンジンは、 リットマイナス -3。SM-16001957 生産開始。SM-1W1960 年に生産されたマイナス -1M のポーランド仕様。SM-1WS 九九搬送用。SM-1WSZ 訓練仕様。SM-1WZ 農業用。SM-2 ロング仕様。 ミマイナス3、4枚のメインローター型。ミマイナス1、運用国アフガニスタンアルバニアアルジェリアブルガリア、中国キューバチェコ東ドイツ、エジプトフィンランドハンガリーイラクモンゴル北朝鮮、ポーランドルーマニアシリアミマイナス1の3面図。ありがとうございます。